緊急動画です。私、まあいろいろやってるんですけど、その中で、不動産の物件の大家さんもやっておりまして、まあいくつか契約者さんいるんですけど、その中にちょっと悪質な契約者さんがいて、で、その契約者さんは、保証人が妹で、で、もう結構いい金額貯まってたんで、もう何回言ってもダメだったんで、裁判しましょうって言って、少額訴訟っていう裁判を起こして、まあ2回目だったんですけど、2回目の、裁判の費用の確定というのをして、要はまあ裁判に勝ったから、裁判費用はそちらから支払ってくださいっていうことができるんですけど、その書類を送った時に、保証人と契約者の母であると名乗る人間から連絡が入った時の一部始終です。緊急動画過ぎたので、画像がこんなんなんですけど、今お店なんですけど、あっちのテーブルの上にはプレステ1が乗っかってて、ちょっとキャプチャーしてるんですけど、まあちょっと画面はついてないんですけど、あっちでゲームのキャプチャーしてて、こっちではあれ炊飯器じゃなくて、あの超音波洗浄機なんですけど、アクセサリーとかの洗浄とかをしてました。そんなこんなで全然お店の方は営業しておりません。で、まあこういうね、あのアクセサリーを超音波洗浄機にかけてきれいにして、また売っていくということをしてるんですけども、まあそれはいいとして、とりあえず、物件の、未払いのやり取り急遽あったんで、ちょっと晒してみようと思いました。聞いてください、どうぞ。じゃあこれからかけてみたいと思います。あ、もしもし、申します。はい、どうもです。すいません、バタバタしてまして。あのですね、はい、あの何度かあの娘のとこに書類を送ってきてるんですけどね、こちらから電話をかけても、はい、お宅から一切電話来てないんですよね。あ、そうですね、いただいてたお電話番号が登録されてなかったので、ちょっとこちらもどの番号、あのどなた様からかかってるのか。登録してる。娘の電話番号は登録されてるはずですよ。そうですね。で、それで来てますから。それで、さんからの着信はありませんでした。あ、そうですか。はい、それで、何度か電話してて、はい、この、そうですね。はい。で、して、はい、私ちょっと、これ、そして今回ね、裁判の内容がちょっと全然わかんないんですけど、はい、裁判の費用を支払いっていうことなんですけど、はい、あ、はい、はい。これはどういうあれで裁判になったんですか？そうですね、もう2回目ですね、これは。あのね、その時点で、はいはい、どうして娘に電話かけてこないんだろう。1回目ですね。その時点でね、はい、裁判にするとか、はい、こういうあれだっていうのを言ってこないでね、いきなり裁判にかけて、はい、かけて、はい、それでね、こっちの方も戸惑いますよね。内容が全然わかんないし、連絡つかないんであれば、全然内容も読めないし、これでそして最後にいきなり訟費を払えっていうことで来てるんですけど、はい。それは、2回目の裁判なんですか？おそらくご覧になってるのは2回目の裁判のものだと思います。あ、そうで、それでね、はい、普通家賃っていうのはね、3ヶ月ぐらい払わなかったら出されますよね。これどうしてね、こんな1年近くの未払いでね、店舗貸してるんでしょうか。ちょっと順応って、ね、ご説明した方がいいですね、きっと。え、何ですか？順応ってご説明した方がいいですね。なんで説明？順を追ってご
ご説明をした方がいいですね。はい。はい。はい。もう3年ぐらいになりますかね。あの、はっさんとのご契約が、だいたい3年ぐらいになるんですけど、はい。当初から、はい。家賃が入る月、入らない月、こういうのがあって、だいたいざくっと言うと、1ヶ月でだいたい11万から12万ぐらい発生するものなんですよ。はい。で、だいたい2ヶ月だと22万から24万、合計で。そうですね、はい。っていうものに対して、例えば1ヶ月、11万かかりました。はい、例えばですけど。はい。で、2ヶ月目でまた11万かかります。はい。この時点で、例えば入金がないっていうことがあって、で、この2回分が溜まってちょっとしてから急に15万円とか入ったりがするしてたんですよ。はい、そうなると22万に対しての15万円という入金が、はい、で、残りが7万溜まってますよ、はい、とかっていうことが、これが結構反復でずっと続いてた状態なんですよ。で、膨れ上がってきてこんなような感じになってきたんですけれども、でそれでやっぱりね、限度っていうのがありますよね、はい、だからあの例えばその7万ずつ残って3ヶ月分になったんであれば、その時点であの保証人の方にあの電話をするなりね、こうあのお宅から、こう裁判のじゃなくてお宅からあの保証人になってるものに対してね、いやあのお宅とあの関係か分かりませんけど、そういうの関係なく娘が保証人になってるわけですよね。それであれば、こういう状態になる前にあのこういうふうになってるからあのどうしますかっていうようなものをあのくれてもいいかなって思うんですよね。お母さん、すいません、まだ順応ってご説明が終わってない状態です。はい、あ、はいはい、で、これが、結構続いて、だいたいですけど35万円ぐらい貯まった時点で、はい、一度さっきご連絡入れてるんですよ。はい、1回は来てるみたいですね。入れてます。はい、はい、で、ちょっと、金額が貯まりすぎてて、金額が30確か5、6万だったはずなんですけど、になってますと、で、一応、はい、保証人にはなられてますよねっていうお話はお伝えしてます。で、はい、その時点で、まあ、確かに保証人には、なんかサインしてって言われて保証人にはなりましたっていう話はされてたんですよ。はい、で、ここから何度かご連絡を差し上げてるんですよ。はい、1ヶ月ごとに、今月もまた入金されなかったんでいくら貯まりましたとかっていうご連絡をしてたんですけど、1ヶ月おきですか？だいたい1ヶ月おきで2回ぐらい連絡入れてますね。なので3年の間に2回ですか？そうですね。それは1ヶ月ごとじゃないでしょ。まだ、まだ順応終わってないです。はいはい、大体、今のこのご契約期間の3年のうちの、はい。1年ぐらいで多分35万ぐらい貯まったんですよ。はい。契約から。で、そこで、連絡を入れて。はい。で、翌月も。1年経ってからね。はい。はいはい、翌月もまた40何万になっちゃいましたよっていうご連絡も入れてます。はい、で、その月も50何万になってますよっていうご連絡が入れてます。はい、はい、そこからなんですけど、何回連絡入れても電話出てくれなかったんですよ。出れなかったんじゃないですか、仕事のあれで。折り返しすらなかったんですよ。あ、そうですか。はい、いや多分息子の方にしたんでしょ、はい、きっとね。それでまた、いや、ちゃんとしてるっていう、あれだったんじゃないでしょうか。まあ、娘にもそこのところ今、確認します。はい。はい。最終的に、もともと、ご連絡取れない状態だったので、ご連絡取れなくなったと。こちらとしては、はい、契約者さんも保証人さんもご連絡が取れませんという状態になりました。それはいつからですか？はい、それが1回目の少額訴訟を出したときなんで、いつ、2年ぐらい前、一昨年の。あ、まあいいです。こちら調べ、そうですね。それはもう書類上出してるから、そうですね、お宅も調べれば分かると思いますけど、はい、はい。はい、っていう形になって、まあ連絡が取れないので、もうどうしようもないので、
一回少額訴訟をして、もう少額訴訟ってなったら、もう、なんていうんですかね、裁判沙汰みたいなもんなんで、多分そうなったら出てくるでしょうっていう、こっちの認識だったんですよ。はい、そしたら、まあ、結局連絡が取れるようになって。ジャイアントですか？これ何度かしてますからね、はい、それで、それでですね、36万になりました、40何万になりました、はい、その30何万になった時にね、なぜ店をね引き上げてもらわなかったんだろう、これはですね、それがすごい、もうすごい不思議なんです、これはですね、特に規定がないんですよ。いや、起点がないであろうと、そんなにたまって平然と貸してるとこなんてどこもないと思うんです。例えばね、お宅も札幌だったら、そんなにっていうのがそれぞれの人の感覚で、例えば家主さんが、例えばですよ、資産額が300億持ってる家主さんが、からしたら、例えば35万なんて大したことないっていう家主さんもいると思うんですよ。それはいないわ。その大金持ちほど1円のお金も無駄にしないから。ありえない、それは。貧乏人ほどこういうことするんだから、はい。ありえない。お金持ちっていうのは、1円のお金も粗末にしないからお金持ちになれるんだし、お金も持っていられるんだから。それは多分、お母さんの感覚であって。はい、いや、一般的ですよ、それは。ケチな人ほど、お金持ちほどケチだって言うでしょ、だって。出すのも出さないでしょ、まあ、言うかもしれないですけれども、それはあくまでも。お宅じゃあ、何億の資産もある、いや、ないです。ないでしょ、ないのに、この30何万なり40何万なりになって、店をね、追い出さないで、そのまま、貸し続けるっていうこと自体がもう私たちね、娘もなんで出してくれないんだ、娘そういうこと言ったと思うんですけど、一回出してほしいとは言われましたね。はい、言ったでしょ、なんで出さないかって、出してほしいっていうこと言ってますよね。それで出すから、なんか全額払ってほしいって言うなら、ね、全額払えるかどうかもわからないけれど。そうですね、そこなんですよね。はい、全額払える保証があれば、払えないものがね、その先30何万の時点でね、その先払えるって保証の方がないと思うの。まあどの時点にしても保証ってないと思うんですよね。だからね、その保証人になってか保証人が取れるとか思ってるかもしれないけど、保証人も払うあれが、お金がなかったらさ、払えないわけだし、なぜその30何万円出して、もうね、信用性がないでしょ、だって払うって言ってんでしょ、本人その時点でも、いや、なんとかする、払うからって。どのご本人さんですかね。は連絡取れてないんで、全然、だけど、はい、いや、そのね、じゃあ連絡つかないんであれば、もう連絡つかないんであればなおさらね、店の鍵を変えるとか、それだともう出してしまうべきでしょ。それが契約上できないんですよね。その契約上、入ってるっていう契約が成り立ってる限りは、家賃が遅れようが何しようが、鍵を変えるとかっていうことができなくて、これを勝手に変えてしまうと今度こっちが訴えられるんですよ。あ、そうなんですか。はい、そういうものなんですよ。結構そういうのが細かいので。でもね、うちの方で出してくれっていうことを一度、保証人の方からお願いしてますよね。それは対応してますよ。はい。出してほしいっていう相談を受けたんで、あくまでもこちらは契約者さんとの契約なので、契約者さんから、出るっていう話があれば、まあ、それはそうですけど、保証人さんから出してほしいっていう話があるのであれば、それは受けられないっていう話をして、ただ、その代わり、保証人さんが契約者さんに出るっていう一筆を取ってもらえれば、こちらで検討しますっていうお話はして、それに対しての書類は、間違いなく、送ってます、一応。ああ、それはね、本人に送ってあるはずなの。はい。送ってありますよね。だから、それを取り付けていただければ。今回、私、今月、来月か。はい。行くので、ちょっと、言いましたっけ？はい。お会いできますか？構わないんですけど、ええ。あくまでも、こちらの契約は契約者さんが保証人が、
じゃあ2人ともどうしようもないんで、どうしようもないので、はい、私一応これ知り合いの弁護士さんにちょっと相談もしたいと思いますし、だからそれもありますし、ちょっとお会いして、はい、電話でね、したもんで言っても、お互いの言い分だけ言うでしょうし、そうですね、もしあれでしたら、その時に弁護士さんと一緒に来ていただいた方が。いや、まだお話ししてないので。ああ、そうなんですか。だからこれからこの件について相談してどうしようっていうことをまず、はい、ただ私は本人にも連絡何度もしてるんですけどね、はい、とにかく12月までっていう約束だったので、とりあえずもう12月何が12月だったんですか。もう店出てほしいっていうことを言ってるのね。ああ、ご連絡がついてたんですか。はい、裁判官さん、息子には言ってあるので。なるほど、僕の方は全然取れてなかったんですけどね。なんでなんですかね。それもちょっとあれなんですけど、はい、いや、親子ですからね、まあ、とりあえず一応出なさいって言ってるので、もうとにかく一日も早く出なさいと、はい、だからただその時点でね、払わないと出さないって言われてもちょっと困るのでね、増えるばっかりなので、そうですね。その支払い、そうです。支払い方法とか、はい、そういうことを相談したりしなきゃいけないわけですから、はい、私とにかく、息子に、会えるんで、私がね、まあ、どうなるかわかりませんけど、はい、まあ、電話では何度も、はい、LINE でも何度も、メールとか送ってますか、息子に。いや、メールとかは特にやり取りはないですね。いや、電話連絡つかなかったらメールで なんとか連絡とかっていう方法もありますしね。だから一応もう私の方では12月で、はい、とにかく出なさいと。ただね、その払わないで 出られたら困るとか言われても、一括でね、月10万の金を払えない人間が70万も払えるわけないですよね。もうそうですね。考えちゃって。それが、そう、こちらも思ったので、まあ、支払い能力が契約者さんよりあるであろう、保証人さんの方に。うん、それは、支払い能力はないので、はい、どっちもないので、はい、私が今お電話してる次第なんです。はい、それで、娘はもう嫁に行ってる立場なのでね、そんな、はい、だから支払い能力ないんです。もう今2人目生まれて大変な時にそんな精神的な人、頭おかしくなっても困るので、じゃあ私がもうもう去年の何月か、とにかく保証人の名前を外してちょうだいということは言ってあるのね。なるほど。それもだから一応あって、はい、だから私も何度も電話してるんですけど、はい、だから会って、いろいろ、まあ、いいとこで、そうですね、お互い折り合いはつけたいですよね。それでね、はい、とにかく今月どうしたらいいかな、今月いっぱいでもう出る、はい、あれをねしてください。とにかくもし本人がね、はい、なんか言ってきても、言わせないので、はい、出てもらうような措置を取ってください。今月いっぱいっていうのは契約上できないんですよね。いや、いいから、もう本人がね、このね、はい、契約のね、いや、これで契約外のことをしてしまうと、今度逆にこちらが訴えられる可能性があるので、それはすいません。訴えませんから大丈夫です。それは訴えませんからと言われても、すいません、正直言って、それはできません。いや、そしたらね、はい、そしたらまた1ヶ月分発生するわけだ。そうです、はい。ね、そっちのもうツボじゃない、払えないの分かってて、はい、その伸ばして、いや、契約はね、もういいですからって言ってるのに、はい、だから、それは保証人は全然、権利ないんですか。いやいや、それは払わなきゃ、義務だけあって権利なし。はい、それは権利ないんです、契約上を。じゃあ、はい、明日大至急、はい、そのあれを出る、はい、出る書類、はい、契約解除の書類、私の方に送っ、私のっていうか娘の方に送ってきてもらえますか。それで息子と連絡を取って、はい、大至急その処置をしますので。それはですね、それでないとまた、
それは、契約者さんと、保証人さんという関係上でこちらが送っているものなので。あ、だから保証人の、もし、それが必要であれば、以前にさんにお送りしたものをさんからいただいていただけます。本人に渡ってると思うんです。送ってると思うんです。だから一応ですね、予備としてということで4枚ほど送っていたんですよ。なのでそれをおそらくですけど4枚すべて送ってるとはこちらとしては思えないんですよ。いや、それ出すことは何のあれもないでしょ、はい、そちらも、ね、問題はないんですけど、それを契約者さんと保証人さん以外にこちらから出すということが、多分ね、全部だから保証人とこに送ってって言って、それは問題ないです。はい、先ほど私の方に送ってって言われたので、保証人さんじゃない、ね、保証人さんじゃないところに、はい、明日必ず送ってください。保証人さん宛てにお送りすればいいですね。それで本人の方に、はい、連絡するので、はい、とにかくもうね、また1ヶ月発生するのはどっちにとってもいいこと、お宅にとってもいいことじゃないですよね。新しい人に貸した方がいいわけだし、それはちょっと何とも言えないですね。順を追っている状態なので、こちらとしては、支払い能力がないということの、まず認識をしましたと。その次に、方に連絡がついて、連絡がつきませんでしたと。ここから、少額訴訟に移り、そこから誰がどう支払い能力があるかっていうのを今度の方で、既婚されてるのであれば、旦那さんもいるだろうと。これからだからそこが狙いでしょ、はい、そういうのさ、あれだからもう、とにかく出してほしいので、そのね、はい、だからそのいい方法で、はい、なんかね、だからお会いして、はい、それで、ただその前に書類が必要なんだろうし、はい、多分娘はきっとね、送ってきたものは全部本人の方に送ってると思うんです。あ、そうですか。それであれば全然送りますよ。それで名前だけって言われて多分保証人になったと思うので、はい、まあ、それはちょっとこっちでは、まあね、それはもうなってしまったらね、だから、はい、一応それ大至急送ってください。そうですね。何かつけなきゃいけないんでしょうか。何かつけなきゃというのは、添付書類あります？あ、いえ、一応僕が発行してるのは、その意思がわからないっていう状態でさっと話してたので。ああ、そうですか。じゃあ、意思でそこを出るということになればいいんですね。というのを、ですよね、うん、さんにお話したのは、その意思がわからないので、例えば来月すぐ全部支払うのか、それとも、月いくらにしてくれっていうのか、それとも全く払えないっていうのか、その状況すらわからないと、こちらは。そうですね。それに、それ困りますね。それに対して、全く払ってもらえないことを前提にさっさと出すべきですよ。私が立場だったらすぐ出しますよ。そんなの30何万の時点で3ヶ月分でしょ。これがですね、その意図がわからな い、 いや、うん、その私が、はい、親だったら何十億の資産持ってても出しますよ。そうなんですね。ちなみに裁判所での話では、反復で出してるっていうことは一応支払い能力があるっていうふうに認識されちゃってるんですよ。うん、裁判所ではですよ。いや、支払い能力っていうのはさ、月1万でも払ったら支払い能力ありだからさ、はい、そうなんですよ。そうなんですよ。そうでしょ、はい、うん、それだったらね、だから月1万払われて、はい、そんなね、あれじゃない、いや、私だったらだよ、はい、私だったらもうさっさと鬼になってね、夜営業してるところに行って、そこなんですよね。今すぐ それがおそらく個人的な感覚の違いで、私だったらねっていう、いや、感覚ってさ、はい、はい、一般的な常識だって当たり前、店返してて、一般っていうのが、いや、はい、だから、はい、営業してるわけだからさ、会えないとかいうことにはならないでしょ。行けばいいんだもん、そこに。それは何かないかってことでしょう。いや、それは僕もいつか誰かに言われるなと思ったんですよ。そうです。いや、誰もが思いますって。はい、行かないんだって。営業してるとこに、それと私がさっき言ったショートメールでも何でもバンバン売ってやればいいんだし。契約者さん本人にいいですか？契約者さん本人にいつか例えばなんで来ないのよって言われるかもしれないなとは思ってたんですけど、いや、これは本人も払ってないから言えないんじゃない、これは筋としておかしな話だなと僕は思ってるんで、
どれがおかしい、あなたが、はい、そうね、これは言い方が、言い方が悪いかもしれないですけど、払ってないやつが来いよっていう僕は感覚なんで、うん、いやいや払ってないけど、払ってもらいたい方もなんで置いとくんだってなるでしょって、一般的な考え方言ったら、なんで払わないやつをいつまでもね置いとくんだって。でもやりづらい環境にするよりはやりやすい環境にした方がお客さんも入って、そんな限度がある。じゃあ払わなくても月さ来たらさ、そんないい人になるんだったら月5万でいいから払ってよって言えばいいでしょ。したら払ったかもしれないよ。連絡がつかないですもん、どうしようもないです。いやだから、だから連絡つかないってことにはならないって、行けばいいんだから。私だって夜行くもんじゃなくて、夜遅くになってね、用事あるときはね、はい、私は年寄りだからさ、あの、もう10時になったら寝たいけど、12時まで待って、息子のとこ行ったりしますよ。だから、そうですね、うん、だから、やっぱりそこは個人的に変わってくるので。いや、個人的じゃない、一般的常識。まあ、うん、いや、まずとにかく、一応私、はい、あの、に連絡しますから、そうですね、あの、先に前もって予定ご連絡いただけますか、その、今日はとかだと。2月の4日以降なんです、帰るの。2月の4日以降です。2月の4日以降ですね。はい、はい。で、日付が分かったらご連絡さらにいただければ、あ、分かりました。調整しますので。はい、分かりました。はい、あの、夜の方がいいんですか？事前に分かればある程度は昼でも夜でも。あ、分かりました。はい、はい、連絡しますね。すいませんけれども。じゃあ、そういうことで。じゃあ、書類、書類送ってください。はい、お送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、書き留めでお願いできるかな。わかりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、はいはい、失礼します。はい。